マルコ・マリンは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。ポジションは MF、または FW。SG ・レイチ・ヘイヒストと、アイントラハとフランクフルトのユースに、所属、2006年に、フランクフルトを去り、ボルシア・メンヒエングラートバッハのユースへ移籍した。1年後に3年契約を結び、メンヒエングラートバッハで、プロデビューする。2008年8月9日、 DFB ポカールのファーストラウンド VFB フィヒテ、ビーレフェルト戦では17分間でハットトリックを達成した。2009年6月24日にベルダーブレーメンへ加入。一石金は840万ユーロと報道され、4年契約を締結した。ジエゴが去った後のチームの中核をメスとエジルと共に担った。2012年4月には来季より、 プレミアリーグのチェルシー FC に加入することで合意。移籍金は800万ユーロと報道された。移籍後も故障で長期離脱が続いたが、FIFA クラブワールドカップ2012決勝戦に後半42分から途中出場した。しかしクラブは南米王者の SC コリンチャンスに1対0で赤敗し優勝を逃した。2013年ウィガンアスレティック FC 戦に出場し、 リーグ初ゴールを記録した。2013年6月、セビージャ FC へ期限付き移籍。ここでは2013から14シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ優勝を経験。異なるクラブでのゆる連続優勝は、ラダメル・ハルカオに次いで、歴代二人目となった。2014年8月18日、アッコフ・フィオレンティーナに、レンタル移籍した。2015年1月20日、 ビオラへのローンを打ち切り、RSC ・アンデルレヒトへ、レンタル移籍した。2015年8月25日、トラブゾンスポルへレンタル移籍。2016年8月24日、ギリシャのオリンピアコス FC に完全移籍することが、発表された。加入者年度の2016から17シーズンに、リーグ優勝を経験。2シーズンで公式戦59試合出場12得点。 10アシストを記録した。2018年9月1日、セルビアのレッドスターベオグラードへ移籍。ゴラン・チャウシッチやリッチモンド・ボアキエラと共に加入が発表され、1年延長オプション付きの2年契約を締結した。加入初年度でリーグ戦22試合に出場すると6ゴール8、アシストを挙げ、2018から19シーズンのリーグベスト11及び最優秀選手に選出される。 一年半の在籍で公式戦58試合出場11得点24アシストを記録した。2020年1月5日、サウジアラビアのあるアハリジッタに完全移籍することが発表された。2021年2月8日、アルラーイド FC へシーズン終了までのローンとなる。ここではオリンピアコス時代の指揮官であるベスニクハッシュと再会した。 出身地のボスニア・ヘルツェゴビナでプレーすることもできたが、ドイツ代表を選択。2007年から U-21 ドイツ代表でプレーし、6試合に出場する。2008年5月16日、ユーロ2008の代表候補26名に選ばれるが、本大会メンバーからは落選した。A 代表初出場は2008年5月27日のベラルーシ戦でハーフタイムに、 バスティアン・シュバインシュタイガーとの交代で出現。ユーロ2008終了後の最初の代表戦となるベルギー戦に招集され、代表2試合目で初得点を決める。レッドスター在籍時の2019年10月、脳腫瘍を抱えるセルビア人女児の手術費用を募るため、自身とディナーを共にする権利をオンラインオークションへ出品した。ありがとうございます。